はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル全力高校投手、今回は不屈を使ってやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、何回かやってみたんですけれども、経験点がね、思うように伸びなくて、でそもそもまず千丸の虫歯なんですよね。今回千丸引いたからね、今回はちょっとうまいことやっていきたいんですけれども、デッキの方は不屈を入れてます。で不屈は後イベなので、今回後イベ枠としては不屈なるみ虹谷となってます。でどうしてもね、やっぱりカンスト練習はやりたいよね。その999999、まあ、精神はちょっといかないとしても、まあ1回のタックで2000いくつくらい稼げる、練習がね来ないとちょっと経験点的には厳しいかな。で変化球の枚数がどうしても1枚減ってるんで、なかなか来ないよね。まあ、一応4人が全員乗ればカンスト練習、まあ、グッサンもね精神乗ってるんでかなりの経験点はいくと思うんですけど、まあ、その5人の中から4人っていうわけじゃなくて、4人の中から4人だからね。で3タックもやっぱ5人の中から3人じゃなくて4人の中から3人という形になってるので、まあ、なかなかやっぱり来ない。でこれがうまくはまれば、まあ、球速もねダブルタック狙えたり、そもそも不屈がメンタルの得意練習を持ってるので、経験点的にはね、結構いい感じにはいくんじゃないかと思いますけれども、まあいかんせん変化球練習がなかなか厳しいという感じがしてます今のところ。でちょっと改めて不屈の方を見てみると、得意練習がメンタルと球速の2種類持ちになります。でテーブルの方が35でタック60でやる気効果が75に固有が乗って、試合経験点ボーナスで、メンタルの回復量は9で、これが45になりますとタックが 10% 上がって70で、メンタルの回復量が12ですね。でコツの方がタイピン、不屈の魂、勝ち運、闘志、復活、完全燃焼、復活に関しては特にコツとかはありませんと。で金徳の方が必殺火消し人が確定で、折り辺の男玉が不確定になってますというところです。まあちょっともう一回やっていきましょう。でちょっと待ってね、虫歯はやっぱり直しとこう。1周目でよし、 OK。 やっぱりね、筋力ポイントが全く入らないっていうのがね、虫歯ってそんなに重症なのって思うけど。さてまずは評価上げからいきましょう。どうしようかな、グッサンと虹谷の評価が低いんで、ちょっとこのお二人で上げていきます。一応グッサンのね精神ボーナスも乗ってるんで。でまあね、コメントとかでもやっぱりいろいろご指摘をいただいてますけど、自分はその全力の立ち回りは まあまだまだ全然勉強中なんで、やりながらこうだ、こういう時とかね、神楽坂くんを怪我させるか、まあ評価を上げるかみたいになったら、多分これ怪我させた方がいいよねっていう確信がない。ごめんね神楽坂くん。でつむちゃんはねこう回復してくれるんでかなり助かりますね。でつのちゃんの評価、なるみがあれだけどな。いやでもね、評価は乗せときたいんだよね、早いうちに。あんまり振り回されたくないから。お守りが持ってないっていうところがやっぱ辛いよね。なるみがどっか行っちゃったよ。虹谷もちょっとやる気が減ってきてるから、どうしようか。ちょっと不屈もね、何気に評価低かった気がする。初期評価ちょっと意識をして上げていかないと、なかなかタックが乗らないんだよね。なるみ 10% か、やるか。一応コツがある。勝ち運はつかめるよね。コツもつかんであることだし、1だと11だった気がするけど10になってる。全然軽減されねえな。ちょっと 10% だけど、ここはいっちゃいます。自分が怪我しても増えるしね、逆境ゲージは。で練習、まあ、なるみに関しては全然練習でいいんで。あー、ただ切れば欲しいか。牽制は本当いらないんで、うん、
まあしょうがない、ここはちょっと寝るしかないよね。で野球センスはまあ一番上で調子安定をもらっておきますか。まあ、ランダムイベントで調子安定もらえたりするんだけど。神楽坂くん終わった早い。98か、98だったらまあ別に練習すればゲージがたまるんで、つのちゃんの評価上げましょう。つのちゃんさっき追加が来てなかったよね。追加がないとやっぱり評価の上がりは4しか上がらないからね。でもうすでに監督が来たか。なんだかんだやってる間に監督が来たか。虹谷のコツは欲しい。ここはまあ無理してやることないと思うんだけどね。やっぱまあ虹谷のコツは掴みたいんでやります。でとにかくコツをくれ。よしよし、きれ。ただ臨床ポイントもないよね。あ臨床ポイントもらおう。帽子、キレ用の臨床ポイント確保します。でちょっと一応ここだけ見る。あーなかなか美味しいは美味しいか。でキレは忘れないようにというか、もう脅威のキレ味取っちゃっていいよね。でこれはい、まあ、でもプラス40くらいか。次に備えて寝るっていうのもありだったかもしれないね。なるみのコツは特にもう切れ取ったんでいらない。だから監督を追っていきましょう。通りが引っ込む、これは怪我しないやつか。さてここでまた体力が減りつつ死んでしまうな。でつのちゃんが全然評価上がってないよね。まあここでもねちょっと評価は上がらないからね。1回目はゲージは上げてくれる。ただいや無理だよ、まだ乗ってないわ。ここも寝るしかない。これが男玉金徳の方ですね。あ回復しよう。ちょっと全力練習。こっちなるみはいいや。つのちゃんかー、やっときたい。神楽坂くんのコツもねすげえ貴重なんだけどね。つのちゃんもう一回練習しないと無理か。大した全力練習じゃないけど、ここはもう評価上げ。これでどう？いらない。ゲージを開けていこう。でコツなるみ、てかなるみめっちゃコツくるな。なんで？え、なるみってなんかコツのあれ持ってたっけ？やたら来てるけど、いや持ってないよね。コツイベアップみたいなの。ここ微妙だな。とにかく練習するあれがないな。え、どうしよう。じゃあなるみのコツでももらっとく。臨床ポイント30あるからね、牽制取れるんだったら取っとこう。もらった。あ、全然何にも上がってないんだけど。コースで攻める。あ、やった。これ結構いいイベントだよね。背に腹もらえるやつでね。ワンタックか。だったらやっぱり監督だよね。あと飲んでも飲まれるなをくれるやつ。敵を知り己を知れ、やっぱりやる気が上がるやつだよね。でここで励ましておいて体力がちょっと減って、お、いいね、一緒に食べる。でコツが来てる。つのちゃんはとりあえず乗ってる。よし、監督プラス腹痛か。腹痛はまあ直取りは無理だよな。投手とかね、取んなきゃいけないものは勝ち運だけだから大丈夫。打たれ強さ OK。 俺たちは男なんだ。これは経験点が上がるやつか。で諦めない。で進んでいって、で2回目。うーんどうしよう。下、よし最大値で精神ももらって、ここ人がいるけど、どうにもならんよな。
使ってまでってほどでも96の評価がみんな載ってないのか、余ってんのそもそも。通りセニハラ使うか、使っちゃおう、これ使っちゃおう。今は別にやる気が下がるわけじゃないんで、全力中だから。でほい、ちょっとみんなの評価がまだ乗ってないっていうのもあるんで、ここはセニハラを使いました。でまたグッサンか、グッサンイベントが多いからね。キノちゃんは間に合わなそうだな。2人1人監督、120くらいだったらな、ちょっと監督でいい気がするんだよね。また俺たちは男なんだ。ここら辺うまく活用したいよね。不屈がいるな。ぐっさんなるみか、いやだったら虹谷だよな、素敵に。ダッツさん OK。え、これどうする？ダメ。ちょっと安定のダメ。で、これは2人か。監督はいるけど、え、コツあり。え、ダブタック200くらい、プラス200くらいでしょ？だったらなんか挽回できる気がするんだよね。でもまあコツありか、こういうのが悩むんだよな。ちょっとこれあれを決めた方がいいよね。何ポイントいかなかったら監督追うみたいなライン、それがどのラインが妥当なのかって言われたらちょっと分かんないんですけど。夏モデルに行ってこれは体力回復させよう。中吉で、つのちゃん、神楽坂くん。いやー、ただ監督がいるか、やっぱ監督だな、重要だよね。敵を知り埋もれを知れ、これちょっと使っておく。結構余っちゃうんだよね、やってて思うのは。あ、使える時にちょっと使っておく。こういうこまめなところで稼いでいこう。また俺たちは男なんだ。よく来るな。お一人さん、角、どうしようかな。ちょっと角ちゃん評価上げとく。モテモテがもらえるかって言われたら絶対もらえるわけではないからね。予約告白来た。ポンコツが来てないからコントロール上げてないんだよな。ポイント的にはそれなりに溜まってたから、まあ2だからね、おまけでしょ。で1人だからここは監督を追いましょう。でグッサンは勝ち運でしょ。ちょっとなんか神楽坂くんが来てもいいように、あ、牽制はもう取っちゃいますか。リリースを取っておこう、忘れそう。で特になんか使うことはないんで、ほい。で順の通り、ほこりで、ほこりはあれが上がるだけだからね。なんていうの、チームメイト評価とどれだ、これ使っちゃおう。上げられるときにどんどん上げていこう。で監督1人か、どうなんだろうな。120いくつとかだったよね。つのちゃんのデートがな全然進まなくなるからな、1回だけやっとこう。このどうにかしてほしい1回目のデート、本当に21しかもらえないやつ。伝説のバット、これどうしよっか、真ん中にしよう。一番下だとね体力が減って結構ゲージが上がるんだけど、
カンキュー、スノちゃん、グッサン、2人か、やっぱ3人は乗らないよね。ダブルか、何個持ってるこの俺たちは男なんだ、多分いっぱいある。3つくらいある。やる気プラス1したところで全力練習にはならないんだよね。そうだよね、全力練習になるんだったらちょっと使ってもいいかなって思ったりもしたけど、じゃあグッサン順応取っていつでももらっときますか。タイピンかもしれないし、どうだろう、ちょっといっぱいあるから使っちゃいます。1個これまあ変化球練習だし、っていうかさ技術ちょっと危ない気がするんだけど、いや絶対危ないもん。891か、ちょっと変化球をじゃあ覚えておきますか。スライダーで変化、2人か、監督はいないから、監督がいなくなってんな最近。2人か、これ1個取っとけばいい気がするんだよな。どうしようかな、3が来たらちょっと無理をすれば通りが1つてか2つあるんで1つ使っちゃおう。これでこれおい、これは不眠症になった、めっちゃ上がった。不眠症はめっちゃ上がるな。ちょっと上げちゃおう、これもしょうがない。あー D で止めとこう、 D で止めておいてあれを取る。どれ、低め、はい。監督か、いやこれは監督だな、監督にしよう。パルスくれ、パルスもらえれば治るからね。俺たちは男なんだ。どんだけで、この状況での二者択一はね結構厳しいんだよね。モテモテがあればさ、まあいいけど、で打たれ強さこれで4になったんで、打たれ強さ掴んじゃいましょう。さて変化球タック、結構もらえるな。あの怪我しないやつ使うか、監督もいないし、てか監督いないから監督の評価が若干やばいな。取っとけよかった、あの怪我率ゼロのやつ。もうなくなっちゃったよ、まあ、言うてもしょうがない。技術か、また少しさばきますか。だからね、2なんだよね、やっぱりこう2は来るんだけど3が乗らないんだよね、どうしても。ダメだ、これってなんか依存は一応見る。2人か、メンタルね、そう不屈はやるとなんかもらえるんだよね。まだもらってないよね、ちょっとやっとく、せっかく全力練習だし、まあ、人が少ないけど道理か。よし、一応モテモテもらっとこう。でこっからヒットポイントの回復はデートできますか。じゃあいけ、そりゃあったな、コツ。あ、監督がいるね。で神楽坂くん、ちょっとスライダー取って、じゃあフォークにしときますか。監督評価を上げつつ神楽坂君からコツをもらう。コツをくれ、よし、尻上がれ、 OK。 敵お尻、己お尻みたいな。あ、これ食っとく、これいくつか、すんげー回復したんだけど。あ、来た来た来た、これ結構いいよね。なるほど、てか下の選択肢にしたことないんだけどさ、いつもこれもらえるから。
どうなの？くっさん虹谷死ぬな。でどうしようかな。ちなみにさ、4月1週のさマイナスイベントってどんくらい増えんの？で虹谷殺しとこう一応。カラーのなるみはいいわ。ダブルか、やっぱダブルなんだよね監督。一流は一流を知る。で4月1週、4月1週の赤得点だな。本当何取ればいいんだわかんねえ。60%何個取ればいいのわかんねえけど行くしかねえ。何けどシュートとかどう？曲がらない。これってさ、シュート回転ってことだよね。シュートもう一個借りとく。なんか二つくらい借りとこう。爪が甘いぜってなる。クイックモーションとかさ、敏捷ポイント使うから嫌なんだけど。怪我も嫌だよね。子宮が危ない。子宮男か。よし、この二つにしとこう。どう？これで40。マジでさ、その1個赤徳がつくとゲージいくつ上がるのかが分かんねえんだけど。一応グッサンおった。取れなかった。2人か。まあやるっしょ。技術ちょっと待って、ね、まず消そう。あ、先手必殺を取ろう。ミスゼロもちょっと取っちゃおう。シュートかって消せねえんだけど。子宮は余裕だね。あ、全然余裕じゃん。シュート回転意外に技術と変化球使うな。でダブルなんだよね。ダブルでなんていうの、俺たちは男なんだ。いや、またやたらいっぱいあるからこれ1個使っちゃおう。ちょっとここダブルタックで今回稼いでるよね。グッサン、やっぱグッサンだな。精神ありがたい。いけ虹谷。おー、いいね。じゃあドクター K ももらっておきますか。監督158。なんかちょっと危ねえなこれ。え、マジで危なくねえか。届く？回復する系がないな。え、どうしようかな。まずちょっとこれ使っちゃおう。え、これやっぱ監督届かねえか。 19% か。今だってそもそもこれ中だしな。やっぱ怪我のやつ取っとけばよかった。あ、あるか1個。でも監督の評価を上げるためにさ、怪我 0% 使うの？どうしよっかな。一応ドリンクがあるといえばドリンクがある。ドリンク使っちゃおっか。でここはちょっとこっからガチで監督追っていかないとやばいね。で上、これが必殺火消し人で1でしか掴めないですね。これはかぐら坂くん。うわ、監督無理だな。必殺火消し人は別に解決を取れる人がいるわけではないんで、知り合いとっとこう。ドクター K も取ってシュート回転消しとこう。で要所も2でもう大丈夫でしょ。必殺火消し人取って、かぐら坂くんどうだろうな。まずこの40はじゃあ使おう。いや監督結構追わないとダメだねやっぱり。いけ、練習か。この時に限って
これめちゃくちゃ上がるんだよね。オッケー、死んでしまう。もう無理だこれ、ガチで死んでしまう。ちょっとデートしよう。でまたこれはコツを取りに行きますか。買う、あーどうしようかな。いやー回復しとこう。ちょっとあこれで結局あれになったわ。よかったよかった、充電完了。さて監督よ、いる一般人だらけか。一般人一人ずつ大したことないかな。飲んでも飲まれる。であとずっと監督のあれが発動してくれればよかったんだけど無理だね。ギリ足んなかったか。これやりてえな。どれだ、怪我率ゼロか。結構お世話になってるよね、怪我率ゼロ。やっぱ2タックだよな現実的に。何パーセントだった？11か。1桁だったらな。 60% のやつだって何個ある？ 2 つあるんだよねまだ。あー勝利の星があるか。じゃあ勝利の星をちょっと抑えつついきますか。ほい、3が来ないときついね。ほんっけこいつマジなんだった。いや監督はもうちょっと無理。虹谷かー、やっとこう。今さらポンコツっていうのもあるけどな。さてじゃあ変化球をフォークフォークフォークからの緩急取ってないね。勝利の星もちょっと掴んでおくか。まあ、こんなもん。じゃあ体力を回復させつつちょっとデートを進めます。せっかくのね千丸だったんだけどね。でグッサンか、神楽坂くんか。飲んでも飲まれるなと。てか今何回目そもそも。ちょっと神楽坂くん一応玉持ちくれるんだったら欲しい。よし、で66、40上がればな。もう一回使えればあれだったんだけど。怪我ってちなみにどんくらい減んのこれ。35% だけど。6月3週か、あと2回だよねできて。それはそれ、これはこれか。66、回復してからのってことはもう練習だから OK。 どうしようどうしようどうしよう。発動だけさせとくも結局さ、発動が終わるまで2ターンかかるからね。発動できるときに発動させちゃおう。ちょっとここまで来たら6回目。いやただね何もできないんだよ。ここは一回スルーする、デートスルーで。最後が結構評価上がるっけ。マジ不眠症とかなんなん。いやまあいいかって言われたら結構いいんだけど、
2人不屈だからね。だからこれが不屈が変化球要因だったら3人重なってたっていうことなんだよ。まあ、そうは言ってもしょうがないんですけど、カンストするものはないよね。あ、スーパーで使えばよかった。でここはもうサク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 いきましょう。サク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 チャンスで上げられるもの、コントロール上がってね。そうか、もういいや、上げちゃおう。はい、102で変化球、次じゃあどうする。256っていうのが安いやつ。252スライダーか。2球種目はいいや。じゃあ256でいきますか。シュート、スタミナなさすぎる。っていうかさ、球速も全然ねえな。腹痛入れてんのに125で勝負するのか。まあいいや。なんかすげえな。一人でしょ。そもそも 90% だからね、確実に死んでしまう。これでツノちゃんのデートが終わり。でした。回復量だけはすごいよね最後で。グッサン意外に精神足りてないからな。やっとくかメンタル。監督何もくんないんだ。精神ポイント10ポイントくらい欲しかったけど。これでちょっと球速上げていける。スタミナいいや。ほっとこ。144だね。やっぱりちょっと144は欲しい。スタミナ F の割には頑張ってんな。でこっから持ってけるか100まで。増長もよし。13しかない。なんかきつそうだな。不眠症発動してくれればなんとかなるかもしんないけど、6なのねえな。え、これ使う？これこれ使えばなんとかなるんだよね。もうあれがないけど、ドリンクがないけど、ちょ発動のために使おう。来ないよ。60%でいいよ。あのもし練習するんだったら。で寝る。ちょうど50で73。ほら来ないもん。だったらどうする。なんかみんなやる気がなさすぎるんだけど。待ってね、今逆境ゲージを使う必要ないよね。あと2回練習できるもんね。ということはただ普通に経験値上げとくか。だからっていう感じなんだけど、正直スタミナが全くないからな。ちょっと神楽坂くん、スタミナ1しか上がんねえし。あ、玉持ち、まあいいや。玉持ちは5でもいいか。一応掴んでおきますか。では超尻上がり掴もう。玉持ち安っ。5になれば安いな。
マジでスタミナ F 頑張ってんな。ちょいねえし。じゃあとりあえず発動させとこう。増長もよし。これだな、これにしよう。ブンブか、ブンブは好きじゃないんだよね。これ148まで上げられる？ちょっと待ってね、140なんで181でしょ。変わってねえし。ちょっと待って、どういうあれなの。172、170、これめっちゃ上がるな。145にするときめっちゃ上がる。176、176、あ、180、140じゃ変わんねえのか。じゃ149は変わんねえ。ちょっと待って、なんだ計算式は分かんねえんだけど、とりあえずシュート覚えとこう。シュートもどんくらい上がんの。じゃあ2から3、172、175。あまり来るのもチェックしてるっちゃチェックしてない、チェックしてるっていうかチェックしてないからね。球速とかちょっと1ずつ上げてどういう風に伸びていくのかっていうのも確認するのもいいかもね。とかしつつやんないからな俺。じゃあ試合に行きます。マジでよく投げ切ってんなこいつ。デティレイドアーム掴みました。最後の全力一人。ま、せっかくだから練習しておこう。怪我しないやつだ。結局残るんだよほら、こうやって残ってしまうから、なんかちょいちょいしたものはやっぱりちょいちょい使っていった方がいいよね。いいにはしとこう。で、ちょっと筋トックっていうか、ディレードアーム用の変化球持っとかないと。まあ、1だったらね、そっか、千丸か、千丸でこれか。いやー、もうちょっと伸ばしたかったな。球速184。ちょっと待って、もう一回。180から。145にするとすっげえ伸びんな。で147148149187187、変わんねえ。じゃあ147でいいや一旦。で言霊はもう使ってあるから、え、変化球なんか最後に筋力で球速伸ばしたい気もするけど、まあいいや、やろう。経験点に目がくらむ。全員操作でいいや。3タックだね、3タックちょっと1回でも来ないと本当にきついわ。新屋敷とかさ、ホームラン打ったのに腕がしびれてたんだけど、どういうこと。基準がよくわかんねえ。3位か、もう3位にしよう。まっつのちゃんがねポイントくれるからね、手応えもくれるし。まっつのちゃん42にしたいんだよね。ちょっとイベント経験って上がるから。9700か、まあ1枚いかないよね。やっぱ3個ないと無理だよ。手応え覚えて、シュートは無理か。ちょ、まあ SS はね、まあ千万だからね、先輩だからね、ちょっとそんなにいいかって言われたらよくはないんだけど、
も不屈の魂取れなかったからな。休息ちょっともう一回研究しよう。192192192195、3か、123150まで持ってってたから150くらい使ってか、筋力だけで。3。あ、ちなみにこれここら辺取るとどうなる。ムービングファースト192195、こっちの方がよくね。あ、でも結構使うのか、全体的に結構使うからね。技術、ちなみにさ、超スローボールってどうなの。192、待って、194。超スローボールはいらない、マジで。ツーシームは194か。やっぱムービングファーストの方がポイントにはなるね。一応ちょっと他の僕のを見つつ、内角とかいけんな。精神100余ってるから緊急登板取っとこう。バント封じもせっかくだから取っとく。球速安定もまあ取っときますか。臨床使うからね。クイックとかはもうさすがに無理だから、タイピン、じゃあ1個もらっときますか。伸びも、伸び取るともうあれだな、変化球ポイントもうちょっと使いたいな。あ、じゃあ重い球取っとこう。根性か。ジャイロボール、逃げ球。クロファイがそれなりに変化球使うんだよね。いや、だったらもうツーシームしちゃう。98。200。あ、伸びが悪くなんね、やっぱり。さっき3上がんなかったっけ。わかんない、計算式よくわかんない。これでいいや。変化球か、若干余り気味か。精神ポイントもぽい。パワーF とか E とか、まあこんなものか。一応 S1。 いやー、やっぱね、全力、まあ確かにね、普通に考えれば今までの高校だったら、だって9700って普通にやったら、ああいったなって思うけど、やっぱ全力はね、1万超えたいよね。できれば1万2000とか超えたいんだよね。でも悔いが残るっちゃ悔いが残る。3タックが1回でもな、もうさっきから3タック3タックうるせえよって思うかもしんないけどさ、まあやっぱそれだよね。まあそこはやっぱり今回不屈を使ってみて、変化が1枚減った結果だからね。というわけで、だからやっぱりどうしてもね、不屈が入った分、てか不屈がさ、なんかタックで活躍したかって言われたら、なんかそんな感じは全然しないんで、ただなんか変化が1枚減ったなっていうイメージにしかならなかったんで、そうですね、最大値を狙うんだったらどうなんだろうね。だ、仮に3タック1回、4タック、この編成でね、3タック1回、4タック1回来てくれれば、割といいかもしれないんだけどね。安定性を狙うんだったらやっぱり変化5枚がいいよね、というところが、まあ、今回の感想でした。というところで、まあ不屈自体はどうなんだろう。全力にはだからやっぱりあってはないよね。言霊も1回しかくんないし、でもうちょっとさ、その不屈と練習して何回か言霊くれるっていうんだったらまだいいかもしれないけどさ、まあ、せめてタックをやったら言霊くれるくらいでも良かったかもしれないですけど、まあ、やっぱり全力はね、変化で固めた方が点数は、伸びやすいと、思います。という感じで、今回はじゃあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。